一体何が起こったんだ。コロニー落下は阻止できたと聞いたが、これでは失敗したのと同じ。滅亡を免れただけ良かったとでも言うのか。それだけじゃない。何かが起ころうとしている。この胸騒ぎは一体。これは何かの破片だな。ここで激しい戦いでもあったのか。一体どれだけの人間やレプリロイドが犠牲になったんだろう。待ってよ。これは。ついに完成したぞ。この冷静な僕があまりのことにおかしくなってしまいそうだ。いけない。これからなんだ。今までこの僕の研究を理解すらできなかったやつらを、そう、この世の下等なレプリロイドたち全てを僕のもとに服従させるために。できるぞ。レプリロイドだけの理想の世界、僕が全てを支配する素晴らしい世界が。X、 目を覚ませ X、 今はお前しかいないんだ。お前が戦わなければ誰が戦う。早く目を覚ますんだ X。 X、 起きて。巨大なメカニロイドが暴れているの。詳しいことは後よ。現場に急行して。です。銀座だです。銀座だです。銀座だ。 地球上に残ったレプリロイド諸君、すでに知っておるかと思うが、今各地で不可解な現象が起きている。我々はその現象をナイトメアと呼ぶことにした。それは人間っていうところの夢、いや 悪夢に似た幻をレプリロイドに見せることによって混乱させ、ひどい時には暴走を始めたり自らをデニーとしてしまうこともある。先のスペースコロニー落下事故により地上に残されたレプリロイドも人類もあとわずか。 もうこれ以上犠牲を出すことはできない。今度こそ地球存亡の危機に関わるであろう。そこで事態を重く見た我々はナイトメア現象の謎を解明すべく疑いのある8つのエリアに調査員を送り込んだ。 何せナイトメア現象はあの名を馳せたイレギュラーハンターゼロ、彼の亡霊が原因であるという情報もある。なんだって勝手なことを。待って X、 最後まで聞きましょう。 さて、ここで融資を募るとしよう。我々と志を共にする者たちよ、力を貸してもらいたい。この8人の調査員のもとに集え、我々の目的はナイトメアの撲滅。 そしてゼロの亡霊を消すことである。未来のため来たれここに。なおこのハイマックスが調査員のリーダーとして参加しておる。我らのところに来れば身の安全は保証しよう。イレギュラーハンターもレプリフォースも 今や壊滅状態。未来は我らと共に自らの力で守ろうではないか。待っているぞ諸君。ふざけてる。ゼロのことをそんな風に。みんなを救うためにゼロは命を懸けて戦ったのに。 今は何を言われても仕方ないわ。事実ゼロの姿をしたナイトメアが目の前に現れたのです。私たちも調査する必要があるわね、ナイトメアの正体を。今はアイドックやハイマックスのことは放っておきましょう。疑いのあるエリアって言ってたけど、 一体どんなところなんだ。調べられないかエイリア。ダメだわ、激しい電波障害が起こっていてここからでは調べることができないわ。なら乗り込むしかないな。直接ナイトメアに触れることができるかもしれないし、さっきの調査員っていうのも気になるしな。ナイトメア、危険が伴う任務になりそう。正体を突き止め、被害を最小限に抑えなければならない。奴が言っていたように、これ以上レプリロイドを失うことは許されない。 X、 とりあえず一度戻ってくる。了解、直ちに戻る。報告します。早くも調査員が一人。分かってる。例のイレギュラーハンターに倒されたのだろう。未だにいつ作られたかもわからないオールドロボットに勝てないのか。アイゾックよ、しばらくあのハンターを監視してくれ。は、仰せのままに。それよりあの実験はどうだ。成果は出ているか。全ては順調に絶大な効果が出ております。 99.98% の確率でレプリロイドを陥れています。素晴らしい発明ですな。しかしハイマックスをもってすれば今すぐにでも地球上に存在する全てのレプリロイドを抑えることが可能です。現にあのイレギュラーハンターですらかなわなかったのですから。ダメだ、もうしばらく実験を行いたい。引き続きデータの収集に当たってくれ。かしこまりました。ところでお前の探し物は見つかったのか。おそらくこの世には存在しないと思うが。いや、そんなはずはありません。私は見たのです。それに奴はあのぐらいのことで死んでしまうようなランクの低いレプリロイドではありません。 X といい、確かにしぶとい奴らだからな。生きてるかもしれないが可能性は低いだろう。必ずや見つけ出してまいります。僕にとってはどうでもいいことだ。お前の好きにするがいい。僕にはゼロの本体など必要ないからな。とにかく例の実験と X の監視だけはしっかり頼むぞ。はっ。終わりだ。終わりだ。そこまでだ。ねえ、そこ見せるなよ。そこだ。ちょっといない間に俺も落ちたもんだ。こんなおもちゃと一緒にされるとは。ゼロ！ゼロ！生きていたんだね。X だって生きてるじゃないか。だいたいシグマごときにやられてたまるか。そうだろ？探したんだ。データ反応もパーツも何も見つからなかったから。だから心配かけたようだな。ダメージが完全に回復するまで身を隠していたんだ。その間にこのおもちゃが世間を騒がせてしまったようだな。さあ、感動の再会はここまでだ。ナイトメアを何とかしないと本当に取り返しのつかないことになるぞ。今レプリロイドが全滅すれば復興作業ができなくなる。そうなれば人類、いや地球そのものが危うくなる。行くぜ X、 ナイトメアをぶっ潰してやろう。今はみんなが力を合わせないといけない時なのに、俺は絶対に許さない。行こうゼロ。Ready? Ready? Ready? Hush! 何がおかしい？笑わずにはおられんわい。あの X でさえ歯が立たなかったハイバックスを倒してしまうとはな。笑いが止まらん。でも食ったか。お前の仲間がやられたんだぞ。何がそんなにおかしい？まあいい。残るはお前だけだ。今すぐ倒してやる。何か言ったか小僧。なんだ、体が動かん。ゼロ、貴様のことはこのわしが一番。生きていることさえ分かれば貴様などいつでも捉えることができる。今はハイマックスを連れて帰るのが先である。待て、逃げるのか。体が。今の貴様に何ができる？逃げはせん。また会おう。約束。大丈夫かゼロ。すぐレスキューチームをそちらに送る。あの状態ではハイマックスもしばらく何もできないだ。だからお前もおとなしくハンターベースに戻るんだ。それはとても強力なプロテクトのようなものね。外すには時間がかかりそうね。さすがのあなたでもそれが外れなければ動けないです。ああ、情けない。何もできそうにない。そのプロテクト、どうやら時限式になっているわ。放っておいても外れるかも。かしいわね。動きを封じる他に強力なバリア機能まで。一体何のために？さすがだな、ゼロ。僕の自信作を倒してしまうとはね。まだ昔のことを恨んでいるの？今がどんな状況なのか分かっているの？下手をしたらあなたも自滅しかねないのよ。分かってます。またとないチャンスだと思ってくれ。スペースコロニーの事故のおかげで地上から過当なレプリドイドがたくさん。今なら残ったレプリドイドたちを支配するのは可能です。僕の理想の世界を作る絶好のチャンスだ。もう誰にも何も言わせない。やっと夢を実現できるんだ。誰にも負けない最強のものをね。貴様の狂った妄想に付き合っている時間はない。そんなウイルスで作った理想の世界なんて幻だ。すぐに消えてなくなるぞ。今までイレギュラーハンターやレプリフォースがあり得ない。平和な時がひとときでもあったのか。戦うことで全てを片付けてきた君にそんなことを言われたくないね。地球の存亡がかかった大事な時なの。妄想はやめて。あなたはそんなに愚かな人じゃないはずよ。忘れられない。僕の研究が理解されるところ、処分されたことがね。優れていたのになぜ。そこにいるイレギュラーハンター、いまだに謎に包まれている。危険な部分がたくさんあるかもしれないのに、どうして処分されない。待ってるよ、エイリアン。そこの謎に包まれたヒーローが僕の研究所に来てくれるの。鍋。そこか待て、そこか待て、待て、逃げられない。 そこかそこが待て、そこがそこが ゼロの DNA をもってしても勝てなかったか。いや、解析が不完全だったからな。いつの時代に作られたわからないプログラムに負けたのか。でもまだ終わりじゃない。僕はこのまま無様に消えていく愚かなやつだとは違う。こんな最悪の事態もちゃんと考えておいたんだ。これだけは使いたくなかった。 僕自身も消されてしまうかもしれないが、悪魔を復活させたよ。シグマをね。調子に乗るな小僧。あの程度では死なぬわ。お前の助けなど必要なかったわ。邪魔だ、消えろ。これで邪魔者はお前たちだけだ。今度こそ決着をつけるか。この先で待っているぞ。お前が死んだとは思えなかったからな。宿命だな、ここで再会したのも。決着をつけてやる。行くのじゃんゼロ。お前こそが最強のロボットだ。誰か呼んだか？どうしたのゼロ？いや、何でもない。シグマのところに向かうぞ。逃げられない。そこか。逃げられない。ゼロの DNA をもってしても勝てなかったか。いや、解析が不完全だったからな。いつの時代に作られたわからないプログラムに負けたのか。でもまだ終わりじゃない。僕はこのまま無様に消えていく愚かなやつだとは違う。こんな最悪の事態もちゃんと考えておいたんだ。これだけは使いたくなかった。僕自身も消されてしまうかもしれないが、悪魔を復活させたよ、シグマをね。調子に乗るな小僧、あの程度では死なぬわ。お前の助けなど必要なかったわ。邪魔だ、消えろ。邪魔者はお前たちだけだ。今度こそ決着をつけるか。この先で待っているぞ。またあいつか。でもまだ完全に復活してないみたいだ。急ごう。X、聞こえる？気になったんだけど、そこで倒れているアイゾック、機能停止しているわ。死んでいるの？過去のイレイズ事件と似ているわね。何の反応もない。一体これは？ダメだ、今はそれどころじゃない。シグマを追うぞ。なるほど。これを取り除くにはかなりの時間がかかりそうですね。確かに最新のテクノロジーを使ったとしても怪しいものです。私でも完全に直せるかどうか。構わん。この辺りで手を打っておかないと。しかし今は特に異常は見つかっていないはず。あなたならそのままでも問題はないはずでは。余計なことかもしれませんが、これから先また大きな事件が起きた時、あなた抜きで対処できるのでしょうか。心配してもらってすまないな。でも大丈夫だ。ハンターにはもっと優秀な奴がいる。それより俺自身が平和を乱す存在になることの方が怖いんだ。承知しました。覚悟はできているようですね。ああ。で、目が覚めるのはいつ頃になる？何事もなければの話になりますが、約102年後の8月15日前後になるはずです。分かった。成功を祈るとしよう。よろしく頼む。わかりました。ゆっくりお休みください。とりあえず終わったな。そうだな。 X、 ゲートを連れて帰ってどうする？こんなダメージじゃ修理しても無駄なだけだ。分かってるよ。ただエイリアンの同僚だったと思うと放っておけなくて。仲間がいなくなる寂しさは知ってるから余計にね。心配かけたな。ちょうど迎えが来たようだ。大丈夫？二人ともデートなの？連れて帰ってきたんだ。 X の優しさってやつだ。ひどいなこりゃ。どうするよ。エイリアンに任せるよ。余計なことをしたかな。うん、ありがとう X。 できるだけのことはしてみるわ。任務完了だな。これでいや、これから長い任務が待っているぞ。みんなで地球を再建しなければ。何でも直してやるぜ。メカニックとしての腕の見せどころだ。私はイレギュラー発生率ゼロのプログラムやウイルスを完全にシャットアウトする完璧なプロテクトプログラムを、ゲイトに負けないようなプログラムを目指すわ。みんなで力を合わせてゆっくり確実に歩んでいこう。そうだな。長い旅は始まったばかりだ。今度こそ本当の理想国家を目指すぞ。人間とレプリロイドが平和に暮らせる世界。